フーベルト・フォン・ヘルコマーによる肖像ジョージ・ダッシュ・ウッド、トーブマン・ゴールディ卿は、マンシマ出身のイギリスの軍人、商人、行政官、イギリスのナイジェリア植民地建設を主導した。ゴールディの手法は、アフリカの他の地域でのセシル・ローズに近いが、ゴールディに関する資料は乏しい。ジョージは、ダグラスの女子修道院で、ハウス・オブ・キーズ議長で、 陸軍中佐のジョン・トーブマン・ゴール・トーブと彼の2番目の妻でハンチントン・シャーのヘミング・フォード・グレーの法廷弁護士、ジョン・エイキン・ホーベン・デムの娘キャロライン・エブリナの罰師として生まれた。ジョージ教は1887年に王室の許可で父の姓ゴールディを回復した。ジョージは、ウォリッチの王立陸軍士官学校で学び、王立公兵隊で2年間勤務した。 そしてアフリカ全土を旅行し百8 7 7年に初めてニジェールを訪れた。ジョージは中停地にジェールをイギリス帝国に組み込む考えを巡らした。そして20年後に実現させた。彼が選んだのはイギリス東インド会社をそっくり真似、帝国内で特許状を受けた会社による統治を復活させる手法だった。 彼は1879年に連合アフリカ会社を設立し、イギリスのすべてのニジェールへの商業的な関心を集めることに成功した。1881年彼はグラッドストーン内閣から特許状を得ようとして様々な手段を講じた。国立アフリカ会社に解消して集めた資本金は25万ポンドからどんどん膨れ上がった。当時フランスの公益家たちが レオン・ガンベタの援助を受けニジェール側下流の交易を取り仕切っていたため、領土的な権利を得ることは難しかった。しかし1884年にフランス人を買収していたジョージはベルリン会議にニジェール側に関する専門家として参加し、ニジェール側下流にイギリスの旗を立てることに成功した。そのうちにニジェールの海岸地帯はイギリスの保護国に組み込まれていった。 ジョセフ・トムソン、デイビード・マッキントッシュ、D.W. サージェント、J. フリント、ウィリアム・ウォレス、イーデンジャー・フィールドらの多くの代理人が、ジョージが提案した協定を、ニジェール・カワシモ流域及び、ハウサ諸国の市長たちとの間に結んだ。1886年7月ついに初代、アバーデア男爵・ヘンリー・ブルースを総裁として、ジョージを副総裁とすることで、 王立にジェール会社への特許状が認められた。1895年アバデアー教が亡くなり、ゴールデが総裁となった。イギリスのナイジェリア植民地の建設は、フランスの政治的任務を帯びた、探検家やドイツの対抗などによる混乱に直面した。1884年から1890年まで、オット・フォン・ビスマルクは継続した敵対者であり、ゴールディの帝国にとって、 チャドコ流域とニジェール川低地、確保へ向けてのドイツの努力はフランスの野心より脅威であった。1882年から1884年にナイジェリアをイギリス企業の援助で探検していたエドアルド・ロベルト・フレーゲルは1885年には新たにカメルーンに設立されたドイツ植民地協会からドイツ領の確保のために派遣された。 クレーゲルが1886年に亡くなると、シュタウディンガー博士がその任務を引き継いだ。そして、ホエニヒスベルク卿が、王立ニジェール会社の占有している領域に、トラブルを起こしに派遣されるまで続けた。ホエニヒスベルク卿は、オニチャで逮捕され、王立ニジェール会社のアサバの高等裁判所で、裁かれて、追放された。ビスマルクはこれに対しおいのホンプットカマー卿を、 ドイツのナイジェリア総領事として派遣した。この事件の記録によれば、それは白書として発行され、ビスマルクは重い損害賠償を会社に請求した。ビスマルクはイギリスに圧力をかけたので、王立ニジェール会社は、その第三の最も価値のある地域を失いかけた。1890年5月にビスマルクが権力の座を追われると、7月にグラットストンに変わり、 英国首相となったソールズベリー公はドイツと有名なヘルゴランドザンジバル条約を結んだ。これによりナイジェリアへのドイツの活動がやみ、ナイジェリアとカメルーンの境界策定の交渉が始められ1893年に終結した。この交渉で今後方面からのフランスのナイジェリアへの侵攻も抑えられた。アダマワ州からチャドコまでの回廊上のドイツ領は 英両ナイジェリアにとって、フランスの反軍事的な探検家からの東の防壁になった。フランスとの間で北部の境界は1890年に定められたが、東部のダホメ王国との境界は未確定であった。1897年のムスリムヌ・バンザ・バグワイへの探検は、フラニ族の主張たちから敵意が向けられ、王立ニジェール会社による統治を終結に向かわせた。 この体験自体はゴールディの意図で行われ成功理に終わった。ありがとうございます。